はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、強化太平楽、今回は投手でやっていきたいと思います。デッキはこんな感じになってます。まあね、太平楽なんで天木くんを連れてきてます。まあぶっちゃけね、強化太平楽投手でやるとき天木くん入れなくても全然いいと思うんですけど、まあ今回はねせっかくなんで入れてきてます。で、天木くんは精神キャラクターなんで、青骨をね踏んだ時に精神ポイントめっちゃくれるので、まあ精神余りに、なる恐れがかなり高いので、まあその精神の吐け口としてクオン君を連れてきてます。強心臓ですね。まあ、状況によっては強心臓も直取りしちゃってもいいレベルかなとも思ってます。で、あとこのデッキの編成での欠点は不確定組がね2人いるということなんですよね。天木くんハイスピンジャイロ不確定なのと、神高のねドクター系が不確定なのがちょっと不安なところですね。で、本当だったらねこの神高枠に神楽坂くんを入れたかったんですけど、まあ、神楽坂くんね自分はプラ3になってないんで、まあ、一応神高を連れてきました。あと神高と野球マン2号ですね。この2人はね体力イーターなんで、そこも気をつけなきゃいけないところですね。で、一応天木くんハイスピンジャイロの骸骨として、ルナちゃんジャイロボールを用意してます。で、あと監督派にいるとど根性の金徳がもらえるので、根性の骸骨もありますと。で、あとお姉ちゃんですね、お姉ちゃんクイック持ちの、さらに緩急持ちの、重い球持ちなので、この編成に関してはかなりの骸骨をつかめますね。で、ルナちゃんに関してもちょっと状況を見つつ、走者釘付けにするか変幻自在にするかは、決めていきたいと思います。で、神高のドクター K は、自身で持っているので、まあ、コツも多くないので取れるでしょう。で、みずきちゃんね、野球マン2号、ポーカーフェイスとね対強打者があるんですけれども、まあこれもクロスファイヤー取っていけるかなと思います。じゃあこれでやっていきましょう。まあ、何はともあれね、まずはルナちゃんの評価を上げていきましょう。金徳不確定組はねやっぱり2人いるときついですよね。まあ、できれば1人に抑えたいんですけど、じゃあ天木くん入れるなよっていう話ですけどまあやっぱりね、あの強化太平楽やっていく上では、まあ、せっかくなんでね天木くんを入れてどういう感じになるのかっていうのもちょっと動画に残しておきたいんで。で、俺はね見てればわかると思うんですけど、割とねやっぱりねクオンくんをね使うんですよね。精神が余ったりするとすぐクオンくん入れるんで、どうしようかな。1人か、2人いたらなメンタルやってもよかったけど、ここは寝ておこう。お姉ちゃんもね無事手に入れることができたんでね。お姉ちゃんはねやっぱりねコツがいいですよね。コツが本当に、まあ、クイックを取れればちょっと精神の方も練習していきたい気もするけど、これどうしようかな。3人はでかいよな。ルナちゃんいるし、ただ神高もね掴んでおきたいんだよね。これは結構悩むね。メンタルも監督いるし天木くんいるし悪くはない。どうしよう、評価優先にする、いやコツを取る。ルナちゃんの評価、評価優先にしよう。ちょっと3人いるからな、めっちゃ悩んだけど、やっぱりねクリスマスよ、まずはクリスマスよ。で、ルナちゃんはね新島ちゃんと違ってそこまでめちゃくちゃ上げなくていいっていうところがいいですよね。あとクオン君もコツを持ってないので、青コツを踏めるとね変化球ポイント124とかだっけ144とかだっけどっちか忘れちゃったけど、そんくらいくれるんでね。てか天城の金徳が始まりだしたな。特訓しよう。まあこういう不確定組はねなるべく遅い段階で起こってほしいんですけど、クオン君さすがに初期評価高いだけあって、でもなー、ちょっと強化上げに勤しもう。クオン君はねタックがそこまで強いわけじゃないんで、まあ、ワンタックだとやっぱり微妙なところはありますけど、クオン君いいね。まあ、ルナちゃん3で大丈夫だよね。もう1回くらい上げとく。
で、クオン君の金徳も、あ、違う、これは金徳じゃない方だ。練習に集中しよう。ポイントをもらおう、ポイントを。で、ここはさすがに寝るでしょう。神高が乗ってなかったけど、まあしょうがない。一打席勝負、まあ、これはね勝手に進むからね、もうどっちでもいいよ。一応勝った。逃げ玉か、悪くはない。逃げ玉も結構重いからね。悩むね。みずきちゃんあげとくか。あ、そうそうそう、今回だからお守りが必要ないので、その代わりにパワードリンクを持ってきてます。40削られたらね、ちょっと使っていこうかなと思ってます。で、打たれ強さも、まあ、精神を使うやつなんでね。クオン君か、まあ天城もいるし、ここはやっておこう。そう、折り変がないんでね、今回は、まあ、変化球を全部ポイントで取っていかなきゃいけないんですけど、まあ、3人入れてるんでね、クオン君とルナちゃんが若干率が少ないとはいえ、え、これどうする。お姉ちゃんからコツをもらっておきたい気もするけど、ルナちゃん3で大丈夫だよな。まあいいや、お姉ちゃんの方がやっぱりコツは欲しいんで、コツをください。重い球、よし、 OK、 踏んだ甲斐があった。というか結構寝なきゃまずいね、これ。クオン君のコツ率が半端ないな、やっぱり。これはどっちでいく、反監督派でいこう。で、また例によって数えるけど途中から忘れるからね。今回はちょっと手元の正の字でチェックしていこう。メンタル1でしょ。で、これでね、結構精神ポイントが稼げるんで、やっぱりタイピンとかはね、直撮りしちゃってもいいと思うんですけど、まあ、ただ、ルナちゃんとの勝負でね、勝てばタイピン1手に入るし、天城くんもね、タイピン持ってるんで、まあ、そこはちょっと見つつ、やっていきましょう。精神ポイントと、まあ、現状の状況を勘案しつつ。どうしようかな。神高か、これやっときたいね。お姉ちゃんもやっときたいね。どうする。重い球はもうまず取っちゃうけど、ルナちゃん本当大丈夫なのこれ。怖いは怖いな。いや、神高だな、これは。精神にいるし、これ2回目でしょ。コツくれ、低め、まあ OK で、お姉ちゃんの金徳ですね。これは会話を続けていきましょう。さあ、あとは、あ、来た来た来た、大丈夫だね、大丈夫だね。いや、だからルナちゃんはね、結構楽だよね。そんなすんげえ評価上げなくても大丈夫だけど、ただ問題は正月か。あんまり低いと正月も、これちょっと待ってね、やりたいね。これで3人目。あ、お姉ちゃん潰してないけど、どっちだ。クオン君がいい。クオン君、クオン君、よし、124か、すんげーくれるよな。で、これはもうどんどん変化球を鍛えていきましょう。チームを勝たせるためと、まあ、お姉ちゃんはね、勝利の星、直撮りしても安いですけれども、一応ルナちゃんからもね、取れるんで、あ、これはいいね。年内にね、このチームメイト評価が上がるイベントが起こってくれると助かる。これで4人目ですね。まあ割と大丈夫かな。まあ、ただね、ルナちゃんのデートの欠点としては回復が1回しかないから、まあ、回復には使えないよね。どうしようかな。経験点取ってきたいね。そんなやり方じゃダメだ。やる気が下がるけど。あれ、やる気が下がるんだっけ、疲れるんだっけ、どっちだっけ。なんかが下がるんだよ、とにかく。やる気か。まあでもね、結構経験点くれるし、みずきちゃんが回復してくれるし、やる気も上がるし、
神高クオン、あー天木くんか、これやろう。これで5人目ですね。あ、いけるね、全然いけるね。こっちは精神100、タイピン、あーもうこれタイピン掴もう。っていうかあれか、別に天木くんがもう一回来るまで待ってていいのか。待ってると忘れるからね。20% だったらちょっと無理だな。一回デート押しておきましょう。でここは体力が回復しないんで、で12月の3週に練習をして、でクリスマスを迎えると。自然回復だとね、体力5回復だから、おわ進んでく。天城くん大丈夫かこれ。あ、天城くんのさ依存、なんかスタミナっていう噂もねあるんですけど、うおーこれはちょっと待て、デルナちゃんはね2回目のデートでねめちゃ回復するんで、あいいね、来てくれたね今川くん。とりあえずどうする、じゃあスタミナ D くらいまで上げとく。あとはちょっとコントロールも D にしておいて、変化球何覚えよっか。特にね今回制限はないからね。カーブ、スローカーブ、ドロップ、ドロップカーブ、スラーブ、ここら辺は全部一緒なのか。ドロップカーブにする、縦に割れる変化球的な。でそうするとフォーク系はちょっといいか、スクリューにしよう。あそうそうそう、左投手なんでね。よし OK、 これでメンタルをやって6人目と、あと1人か。まあまあ大丈夫だね。で変化球を上げていきましょう。クオン君も進むね。もうクオン君もね海でのイベントなんて1回くらいしかねやったことないっすね。もう大体進んじゃうイベントが、まあ、招き猫はねあるからしょうがないっちゃしょうがないんだけど。さてクリスマスよ。今ちゃんってどんくらい、おお56も回復するんだ。緩急骨をつかみましたと。どうする、天城くんか水木ちゃんか、悩むね。ポイント的には全然天城くんの方なんだけど、水木ちゃんをね黒ファイ取っておきたいっていうのがあるのと、ポーカーフェイスをどうする、直取っとく、とりあえず31か。ちょっと1回水木ちゃんにしよう。これは監督評価も上げつつ、おこんなんあったね、そういえば練習かよ。で変化球と、おもうお姉ちゃんの筋トレが終わったな。いやー俺さピッチャーなんだけどみたいな、まあ、勝利の星はねしょうがないよね。でルナちゃんはねここでの選択肢がめっちゃ経験点入るんですよね。あとは大凶さえ出なければ大凶もう終わってるよ。なんだよ負け運って本当に。ここはちょっとメンタルをやっとく。そうルナちゃんね大凶が出るとめちゃショックなんだよね。よし怪物キウイで体力もほぼマックスと。お姉ちゃんかちょっと重い球は取っちゃいましょう。お姉ちゃんお姉ちゃん重い球と。で怪物キウイ一応置いとくか、まあ、万々が一があるからね、もう一回手に入るかもしれないし。伸びよしよしよし。さてじゃあ公園に行きますか。早かったな、もう取っちゃっていいかな。
これってでも3になる可能性もあるんだよね、強心臓。うん、まあ少しだけどさ。うわ、また体力を削ってくる。ただ神高くんが進んでないね。まあただね、もう、うわー、野球マン2号ちゃんがいるけど、金徳は取得してるんで、デートして体力を回復しましょう。ルナちゃんは2回目でめっちゃ回復するっていうパターンなんで、なんか70くらい回復するんだよね。で、あとはもうひたすら経験点っていう。もう全然ここら辺の話読んでないからよくわかんないんだけどさ。で、どうしようかね。天城か。ハン監督が3人いるね。これね、結構いいんすよ。敏捷ポイントくれるんで。ただこれも結構いいよな。ちょ、1回敏捷ポイント獲得しとく。走者釘付けが取れるかもしんない。まあ、クイック骨3はね必須だけどね、敏捷25くれるんで、だいぶでかいんですよね。で、ここは監督派に行きましょう。できれば全員引き入れたいね。また青、いろいろあるね。神高か。監督の指もあるしな。どうする、神高で行くか。低めだね。ちょっと待ってね、低めを取っておこう。低めを取りますと。よし、で1回目くれ。まあいいか。え、反監督派に移動したの。めちゃくちゃ人が減ったな。まあ別にいいんだけどね、人が減れば減るほど楽になる。勝ち運、よし。もう負け運が、どんくらいかかんのよこれ。53もかかんの。いやー悲しいな。ここどうする。おー、ダブルタックが来てるね。まあ、せっかくだからやっておくか。青マスがなかったね。青マスが、あー、天城くん頼むぞ、耐えろ。うわー、ダメか。ってことはもうこれ神高をね絶対成功させたいね。どうする、もうルナちゃんの評価とか下がってもいい気がするんだけど、正直あんま高くなかったけどね。経験点よ経験点。これはどうする。おお、いいね。誰が来るか分かんないけど、誰が来るか分かんないけど、これで2人目。くれくれ、脱散。よしよしよし。監督評価がめちゃくちゃ下がった。これがきついんだよな。でここは優しい子にしておきますか。で、寝ろとおっしゃっている、寝ろとおっしゃっているけど、メンタルに人がいるんでやっとこう。これで3人目。よし、精神ポイント。いや、やっぱりもう取ろう、精神系は取っちゃおう。大丈夫でしょう。強心臓取るでしょ。で打たれ強さも2段階掴んじゃおう。で、なんか指があるけど、指があるけど 13%。 どうする、お姉ちゃんだからね、やっときたい気もするよね。お姉ちゃんのコツ、伸びはさすがに5で掴みたいね。緩急とか1か1で取っちゃって、どっちかっていうとね、今となってはクイックが欲しいんだよね。やっぱり緩急取っちゃおう1で。伸び、い
や、きついな。技術がきついな。よし、ちょっとこれかけよう。よし。で、4人目。投資かい。まあ、しょうがない。で、これをどうするかな。真ん中でね、キレ1なんだけど、キレは今回あんまり必要ないからな。経験点を取っておくか。逃げろ。体力がないな。これはちょっとピンチを切り抜けておかないと。監督評価がな、下がってるからな。1回15も下がるかんね。あれほんとひどいよね。よし。で、変化球的にはスライダーのね、コツをつかんだらね、スライダー上げていきたいんで、まあ、4-4 にはしておきますか。じゃあなんだっけ、スクリューか。球速なんかちょっと上げられるだけ上げとく。いや、技術マジで足んねえなこれ。みずきちゃんがあんまり働いてないのか。まあ、みずきちゃんはね、最後体力奪われないっていうだけでもマシだからな。回ってきてしまったか。レンジャーとかチャンス丸持ってんだ。 OK、 ドロップカーブ。丹波くんってさ、ドロップカーブだったっけ、縦に落ちるカーブ的なやつ。 OK、 もうここは経験点というよりは監督評価。よし、15。これで終わったな。いや、神高が全然進んでないな。神高もね、めちゃくちゃ体力持ってくからね。で、今4人目か。クロスキャノン掴んだはいいんだけどな。いや、これはさすがに無理だな、クオン君。一般人。どうする？寝ておく？じゃあ。デートをすると、下がるからね。ここからさらに下がるのはちょっともう無理だからな。ここにお姉ちゃんがいるけど、ルナちゃんがいるね。あれ、ルナちゃんってさ、ジャイロボールどうすっかな。ジャイロボールなんて1でいい気がするんだよね。取っちゃおうか。で、あとはね、打球反応。38も使うんだ。無理だな。もらっとこう。ルナちゃんとか全然評価低いんだけど、まだ。打球反応か。まあ、こういう時は打球反応になっちゃうよね。神高来たー。あ、そう、数えとかないとね。今、1プラスしたんで5。で、メンタルにいる。あー、みずきちゃんね。クオンくんも、ただこれめちゃくちゃもらえるからな。ちょっとクオンくんにしておこう。これで6。まあ、変化球ポイント124。これも監督評価下げたくないから買い食いしない。本当は買い食いしたいんだけどさ、体力がないから。よし、やる気が1上がって。監督がいるやんけ。監督いるやんけ。これほんとひどいよね。いや、無理だよ。ちょっともうこっから監督評価下げたくないから、一回メンタルやっとくか。まだ大丈夫でしょう。あと3回チャンスがあるからね。どうよ。あ、これは完璧だな、野球マン。ポーカーフェイスは潰してあったんだよね。ポーカーフェイスは潰してあって、あとは、まあ、対強打者を直撮りするのもきついから、まあ、ここは一旦これでいこう。まあ、これでもう監督評価はね、気にしなくて大丈夫だね。よし、クロスファイヤー。そしてド根性。根性がないね、根性が。いや、待って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 。
うーん、まあまあしょうがないしょうがない。精神しか下がんないよね。まあやる気は下がってるけど精神が下がる分には大丈夫。よし、これはダブルタッグのモブくんやろう。しかも監督もいるし。いいね。なんかいいのある？投手とかいらんな。火消し、逃げ玉、どうしよっか。なんか取っとく。それから休むっていうのも全然ありなんだよね。休もう。どうよ、評価上がった。珍しいな、ここで評価が上がるのが珍しいな。ワンタックだったらこっちの方がいいよね。ど根性って直撮りするとどうなの？最悪もう直撮りも考えないといけないからね。277か、それなりだな。ただまあこういうところでメンタルを稼げれば50。さて今度は逆に行きますか。デートをしないといけないんでね。みんな上にいるな。どん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 青骨を踏んでいきたい。パワスポ新聞ってやる気は上がらないね。クオンくんか天城くんか、これどうすっかな。これどうすっかね。お姉ちゃんか神高かって言われたらちょっとわかんないけど、ドクター K、 ドクター K というか脱三振は、脱三振は5でもいいんだよね。こっちにしよう。あ、お姉ちゃん投資があったね。そういえば脱三、まあいいでしょう。ポーカーフェイスとね投資がちょっとかぶると悲しいんだよね。やりくりが難しい。でまあこれは普通に真ん中にしておきましょう。やる気をね上げてほしい。俺が考えた特訓にしよう。ちょろいな神高。お姉ちゃん天城クオンくん、てか変化球がすっげえ余ってんだけど。スライダーとかどうするよ。まあ、まだ大丈夫か。技術が足りてないんだよね。お姉ちゃん投手取っちゃおう。もうしょうがない。投手を取ってポーカーフェイスはもうしょうがないわ。怪物給油はもういいや。ちょっと待って。一応置いとこう。奪三振はもう取っちゃっていいでしょ絶対。クロスキャノン90か。それでもおねー、お願いします。おねー、よーし、クイック。いやクイック来たけどさ、そもそも B 賞ポイント足りてんのか。 ありがたい、超ありがたい。これあれ。いや、やる気下がったけどしょうがない。体力を回復してくれたことによりここで練習ができる。天城かルナちゃんかってどっちよ。こういうの分かんないんだよね。打球反応を取るとさ、ちょっとクイックがきついんだよな。かといってな、根性は欲しいしね。ジャイロボールは取ったよね。ここワンタック、ここでいこう。ルナちゃん、天城か、伸び骨をくれたからまあいいや。で青、精神弱で守備。あ、これどうしよう。飲もう、ドリンク飲もう。ごくごくごくと。ていうかデートが進んでないけど、変化球か。まあいいや。ちょっと待って待って待って、変化球ってやばくないか今。もうスライダーとか取っちゃう。神高のコツはもう無視するか。じゃあ基本神高のコツは無視して、あ、スライダーとかだってね。今日931だし。いやマジでどうする。
ちなみにスライダーってさ、取ろうとするとどんな感じなの？基本までいけるか。3球種目を取りに行くか、どうしようか。シュートにしておくじゃ。で、まあこれくらいのポイントを残しておこう。でよ、これはメンタル。いや、技術が全然足りてねえわ、本当に。やる気は上がらない。くそー。ルナ、水木ちゃんか。これね、ポイントもらっときたい気がするんだけどな。ただルナちゃんもな、捨てがたいんだよな。神高はほっとこう。超悩む。ど根性直はきついからな。コツ根性 OK。そしてやる気がなくなる。技術下げないで、技術は下げないで。天城くん、敏捷ポイントマジでどうなの？わからんわ。クイッククイック、打球反応も取ろうとするとやっぱめちゃ必要になるよね。はい、じゃあ、いや、精神コツつかんだから大丈夫だよな。合計で179か、全然いいわ、取っちゃおう。守備練しよう。ここはやる気がないから全然敏捷ポイント手に入んなかったわ。これでもう大丈夫でしょう。何、みずきちゃんと反監督派に移動したって。来なくていいよ君たち。天城くんがいるけどもう無理だから、あとはデートだな。やる気が低いとな、スタミナがないからね、登板した時に。あ、これね、勝負ね。やる気のない状態で勝負をけしかけるか、なかなかの作詞よの。しかし、うわ、全然曲がんねえ。球速がないね、球速が。もう一回高めのボール球を。最後は縦に割れるドロップカーブ。やる気上がれ。いや、タイピンとかはもういらんけど、まあここでやる気が上がってくれた。てか神高さ、これ大丈夫か。おお、あぶねえ。なんとかドクター K を掴んだな。いやー、ただマジで技術が足りないわこれ。ちょっと待って、何気にさ筋力もダダ余りしてるな。筋力を優先的に使っていこう。140、変化球ポイントもね、技術使うしね。怪物球威はもう掴むでしょ。ドクター K も掴んでおこう。うお、めちゃくちゃ技術がなくなった。黒ファイだけ取っとくか。これどうする。まあ、まずちょっとデート優先だな。で、天城くんの精神練習が来たら回復しよう。で、それまではデートって言ってもあと2回しかないんだけどね。で、ルナちゃんは確かね、カラデートはねあったはずなんで、まあ、なるべく早めに終わらせておきましょう。よし、やる気が上がった。ラズベリーどうする？サクッといく？サクッと。
太平楽のサクッとってどうなの？割とピンちゃんにすることが多いんだけど、浦賀はね普通に強いと思うんだけどね。ノーアウトさ、この 1,2 塁とかほんとやめてほしい。まあしかし俺は強心臓持ちだからな。際どいね。スクリュー。だからまあ右投手にしてればもう球速1キロくらいは速くなってたかな。危ねえ。リードは1点だからな。あれ今入ったの？割とあるよね。あ、これ入ったのみたいな。こういうギリギリのところも攻めていこう。低めは丸だからな。 OKOK。 低めのコントロールには定評がある。コントロール D だけど、コントロール C まで持っていけないよこれ。技術がなさすぎて。野球マンだけだと無理か。 OK。 なんとか完封したね。マジで体力が全然ないんだけど。天城くん、あ、いるわ。これやっとこう。あと1回だからね、ルナちゃん。3周目でデートしておけば問題ないでしょう。まあ、くんくん1人だからあんまりポイントにはならないんで、デートをして、ここはちょっと走者釘付けを取ろう。せっかくなんで、ここまでね敏捷ポイント集めて、さらにクイックも3のコツを掴んであるんで、走者釘付けもねなかなか珍しいんでね、取ろうとするとやっぱりどうしてもね千代ちゃんを入れなきゃいけないっていうことになるけど、よしよし、これでいくつ必要な、ちょっとピンちゃんでいくか。ちょっと見てよ、57か。クイックさんの走者釘付けで57必要、倍あるな。でこれも取って、うおー、また技術が、また技術がなくなってしまった。本当に悩まされるな。技術がないからさ何も取れねえんだけど。ちょっと待ってよ、もうこれコントロールにはマジで回せないな。だってこのままだったら変化球もさダダ余りになっちゃうからね。誰？結構強くねえかこいつ。速っ。走者釘付け持ってるから速いんだけど。多いね。そうだよ、ハイスピンジャイロがないんだよ。うわー、ノーアウトとかマジやめてほしい。これは大丈夫。オッケーオッケーオッケー。たまにこってーんってなるからね。杉くんパワー G だ。足も遅い。いやー、ハイスピンジャイロ取れなかったらちょっとやっぱり悔しいな。2人はね厳しいね、やっぱり。これ大丈夫、裏側なら大丈夫なはず。よし、だからさこういう状況とか本当やだ。おお、怖い、マジ怖い。持ってかれた。うわ、マジかよ。なんとかして浦賀に回したい。え、浦賀ってあれか、4番だったか。いやー、サイがマジか。いや、俺的にはねボール1個外したんだよ。やっぱりボ
ボール1個外すっていうのは結構危険だよね。外すなら絶対外しとかないと溜まってきた。最後にワンアウトランナー1塁3塁という場面で最後第2球インコース低めストライク、さあ2ストライク追い込む。やっぱり癖でギリギリのとこ投げちゃうわ。右のバッターボックスは5番岩谷、今日は三振とショートフライ投げました。ストライク金谷、まずは簡単に追い込んでいます。第2球はストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク、インロー際どい球ボール、わずかに外れました。危ない、取ってアウト。点差はあるけどね。9回に入ります。先頭バッターは小原、投げました。初球決まってストライク、まずは入れてきました。対左投手丸、初球見送ってマジか。簡単に2ストライクと追い込んだ。外れたボール。全然さ、今更なんだけどさ、左投手にする利点って何なの？低めボールが回った。あの左打者にすると一塁に近いからさ、まあ、内野安打とかが出やすいし、足が速ければねスリーベースとかも狙えるんで、まあ、そういうのは分かるんですけど、ピッチャーが左にさ特化してる理由って何なの？ゲーム的な話ね。現実的な話だとこれなんだっけ、球の出どころが見にくいとかさ、そういうのはあると思うんだけど、パワープロに関してはそんな関係ないじゃん。別に左ピッチャーだろうが右ピッチャーだろうがさ、球の出どころとかディレイドアームすら俺よくわかんないんだよ。ディレイドアームを持ってるキャラと持ってないキャラの違いが全然わかんないからね。あー打たれちゃったよ本当に。サイガー、まあサイガくんはね優秀キャラなんでしょうがないっすね。ここは寝ておこう。甲子園で思いっきり練習しよう。優先的に技術を取っていきたい。ビジョンポイントさすがにもういらんだろう。お姉ちゃんってクイックはだってもう取っちゃったしね。何くれんの？あとなんかくれんのある？まあいいや、とりあえず練習しとこう。みずきちゃんがな、一回来てくれればいいんだけど、筋力だけそんなにもらってもな、使い道がないよもう。ここもピンちゃんでいくか。うわ技術50か。変化球に一回回しとこう。ダメだ変化球とか全然取れねえんだけど。シュートだけ。結構悲しいな。なんかエピローグポイントでもねそんなに技術期待できないからね。お待たせ、太平洋先制のピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面で土屋、ネクストパワーヒッターも近いよ。ミートエフだけど、ストレートはもう高め、カウント1ボール2ストライク。石壁とかね本当にバッターみんな強いからね。マチェットもそれなりに強いけどさ、すげえ投手泣かせだよね1回戦って。石壁のさ、あの威圧感がさ3番4番で続くのがめちゃきついんだよね。よし浦賀だ。いやいいよ浦賀マジ強いよ浦賀は本当に強いと思う。太平洋ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で土屋、また土屋くんかパワーヒーターの。よーし、これさ毎回毎回回ってくるの何なの本当に。ランナー一塁三塁という場面で立て、第一打席はセンターフライに倒れています。投げましたストレート、空振り三振。金谷見事なピッチングです。これちょっとノーアウトランナー二塁、うわーオッケー刺した、ナイスだ。曽根君マジ超弱えわこいつ、足速いけどラッキー今川君、いやこいつも弱えわ、足ばっかだな。投げました、見送ってボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げました、流し打ち切れていきます、ファール。いや無理だ、パワーがなさすぎる。1点取られた、ひどい。ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー2塁という場面で立て、今日はセンターフライと三振、投げた見送ってストライク、投球これから4球目。振らないね、シュート。ゲーこれはやばい、ヒットになりました。
やばい、もうこれ三振で抑えるしかない。第2球ストレートはボール、カウントワンボールワンストライク。スクリーンはボール、大きく外れました。カウンターツーボールワンストライク。ナイスゲッツ。うわあ、頭から滑り込んできやがった。まだ打たれてんのかよ。初球に送ってストライク、投げた2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。さあ4球目プレー最後、ボール、これはわずかに外れています。もう一回外そう。カウント2ボール、2ストライクです。打ちました。とりあえず大丈夫だ。取ってこれで3。やべ、お前ならいける。絶好調のやべはまず強いぞ。第2球絶好調のやべ、打ちました。いい当たり、レフトバックフェンス直撃、太平楽1点入りました。そして宇田が4対2、投げた初球外れてボール、ここはよく選びました。投げたボール、よく見よう、よく見よう、湯葉か、いつの間にか。ほらやっぱり浦賀だよ、ほんといい浦賀わけ交代させられた。しかも力配分とかさ、神田かお前舐めてる場合じゃないぞ。9回に力配分するなんてどんだけ舐めてるんだ選手を。もう追い込んでいます。投げました、147キロ直球、空振り三振、縦全くタイミングが合いません。投げました、3人でピシャリと抑えたい。少し迷ったか、俺のスライダーを見ろ。見送ってストライク、一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は神高。神高とさ、暗黒スバルだったらさ、なんか2人仲良さそうな気がするけどね。会話がすげえ噛み合いそうもうカウント2ボール2ストライクです。僕のこのスライダーの力を見るがいいみたいな。空振り三振、僕はダークネビラだ、何なんてかっこいい変化球なんだ、俺もスライダーに名前つけようみたいな感じでさ、話が進んできそうな気がするけど、ただ両方ともね、前変化球のイベント重い系だからね、2人同時に入れるってなると超きついけど、コントロールにいるね。まあやっておこう。クオン君変化球くれてもさ、ちょっと技術が足りんのですよ、技術が。ここもピンチャーでいきましょう。投手は本当疲れるよ、なんか上げられる？ドロップカーブ上げとこう。いやーこれクロスキャノンまだ取ってないんだよね実は。61か、まあ、エピログポイントと最後の試合でなんとかなるかな。最悪変化球がちょっと余るかもしんないね。これもう一個上げときたいんだけどな。太平楽先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で今川のやる気がなさすぎる。投球はこれから3球目、ボール、カウントは3ボールノーストライク。これはフォアボール狙いもありだね。ちょっとよく見ていこう。次は5球目、 OK、 変化球見送ってフォアボール、バッターは3番矢部。第1球投げた、ボール。第2球投げた。G 番とかさ、足速すぎだろ。 AA か。第3球はこいつ失投が多いね。コントロール F だからか。投球これから4球目、いきなりストレート投げられてもな、対応できませんよ。第5球投げた、アウトロー、ストレートは外れても、これは完全なボール球、ボールカウント3ボール2ストライク。これはおお、フォアボールからの裏が、裏がいやマジいいよ、ほんと裏がいいよ。ノーアウトとかだからやめてよ。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で今村、これはどういう状況なの。ノーアウトでさ、こんなにランナー出すなんて。次が4球目、空振り投げました、よし空振り三振。バッターは7番大平、外角低め見送ってストライク、2球目ストライク、さあ2ストライク追い込んだ、打ちました、よし、オッケー。フィールドフライ取りました。これで、あれ今裏がどこにいた。ショートにいなかった。インコース低め空振り、裏がショートも守れんだっけ。高めボール球、あ、いたいたいた、セカンドにいたかだからさ、何なのこのノーアウト、ノーアウトの三塁っていうのはすげえ嫌なんだよね。変化球ストライク、インローへ投げました。ボテボテになってる間にさ、ホームに駆け込まれるからね。三振でなんとか引き抜けるしかないんだよね、ツーアウトになるまで。第2球まっすぐ見送ってストライク、かなりまずは簡単に追
追い込んでいます。どんだけ強心臓発動してんだよ。よし、 OK。 2者連続三振でピンチ。ゲッブダ、超やだこいつ。どうする、満塁策取ってもいい気がするんだけどな。ブの次って誰、ちょっと見よう。カマカリか。いや、カマカリはやば、カマカリはマジでやだ。ブで勝負するしかない。あ、しまった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 。連打してたらさ、ど真ん中に投げちったよ。諸井くん、この強振でいこう。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。いや、今のはもう単純にミスったな。余計なことをしすぎた。こいつのコントロールの悪さには定評があるな。押し出しが狙えるんじゃないか。次は5球目投げた。打った、当たりだ。よしよしよし、とりあえず点を取ってくれ。本当にバッターは6番石塚。第1打席下位打線になるとね、本当第2球期待できないからな、ここのチームは。これも外します。第3球を投げた。打ちました。セカンドライナー。これで2アウト。ランナーは2塁3塁変わりません。投げた。完全に外れた。ボール。はっきりしたボール。強振で打ってく。絶好調だからな。あ、ちょっと待って。いや、でもボール球だったか。今川くん。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で今川。第2球。待てー、タイミング合いません。投球は3球目投げた、打ちました。あった、引っ掛けた。ライナー、さて、ここからよ。放ちました、初安打。投げました、黄金の3番4番最強打線。投げました、とりあえずやべ、つなげる。そして裏側に回す。走ってくるの、さすがだね。やべ、さすがだな。第3球を投げました、オーラ。いやー、いいねいいね。ウナガのね、やっぱりね、パワー B あるっていうのがいいよね。なんかウナガってさ、そんなにパワーがありそうなキャラじゃないのに、見た感じそれでもパワー B あるっていうのがね。打ちました、山根掴みました。これで2アウト。バッターは6番。さて、だから今度はコントロール重視のキャラを出してきたな。流し打ち、どうだ、ファール。投げた、打った、これがヒットになります。石塚、ヒットを放ちました。そして浦川はね、守備面も強いからね、足も結構速いし、隙がないよね、浦川くん。外れた、ボール。カウントは2ボール。そしてイビキャラとしても優秀だからね。投げた、あ、マジ振ってしまった。さあ4球目、ほら打ちました。投げた、これは上がっちゃったか。アウト、スリーアウト。またこいつかよ。迎える5回です。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、ル第2球ストレートはボール。今度はマジで勝負していこう。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、インコース空振り。第5球、流し打ち、ファール。外角低め、外れてボール。ボールカウント3ボール2。打った、ヒット。打たれんな。ブンブー点差を5点に縮めました。初球まさにも本当アベレージヒッター流し打ちっていうのがやだ。アウトロー、ミートでっけえし。外れてボール。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、ボール。カウントはツーボールツーストライク。投げました、アウトコース低め、ボール。わずかに外れました。これはゲッツ、オッケー。アウト。いや、もう本当にさ、回ってきすぎだろう。一塁三塁がどんだけあるのよ。裏がでも取れないか、今のは。お点も取られちゃった。12本も打たれてんの、ヒット。ひどすぎじゃない。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターはピッチャー土田。投球これから2球目、内角低め見送ってストライク。あと甘木に任せろ。ここりました。第4球を投げました、打った、あっと左中間、どうだ、ヒット。悲しいな、こういうのは。バッターもトップに帰って山根。第2球、ボール。インコース高め、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。投げました、ストレートはボール。アウトローへ、甘木もわずかに外れました、ね、打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。インコース低め、ストライク。
投げました。見送ってストライク。もう追い込んでいます。もうこれで別にさ点取られても関係ないよね、試合にさえ勝てば。まあなんとか決勝までいけたけど、本当になんとかだな。水木ちゃん頼む、最後来てくれ。あ、来てくれた。46。いやこっちでしょ、もう技術が足りなすぎるよ。初練習会しかも。あ、そうそうそう、これ思ったんだけど、投手でやるとあれだね、こいつら来るね。で野手の場合は虹谷なんだな、きっとそうだ。でここはもうめんどくさいから全員操作にしよう、チャンスで。もう一個変化球伸ばせないかね。伸ばせるね、ドロップカーブ。それともいやこれは取っておきたいけどな、技術と相談しないといけないからな。一旦置いておこう。でエピローグ経験点とかも全部もらった上で考えよう。お待たせいたしました。裏が先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁で打ちました。いい当たり。これでも掴んで、これで行かなかったか。石塚追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で石塚、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、高め、スライダーは外れてもカウントは2ボールのストライクです。途端に良くなるからなこいつら。投げた、打った、左中間ボックス掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。投げた、まあ、そうだね、元々強豪校じゃないからね、しょうがないよね。次の投球ボール、カウントワンボールワンストライク。よくもまあ甲子園決勝まで来たもんだ。おお、走ってきたか、いいね。裏がで GG とかだからな。初球を打ちました、2塁アウト。3年間何練習してきたの。太平楽勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー3塁。こいつはきっとずっと走ってたんだろうな、俺には足があるみたいな。曽根君と多分ずっと勝負してたんだろうな、俺の方が速いぜみたいな。で結局1番張ってる曽根君の方が速いのかな。まあ、全体的なバッティングもあるんだろうけど。カウントは3ボール1ストライクです。投げました、待てー。ファール、さあの9名投げました、アウトコースをつけた。よしよしよし、タイエラクここで勝ち越し。タイエラク早いねやっぱりこれ早い。点を取られるのはもう仕方ないよ。さてここでポイントをもらって、ドラフトどう ?2 位か。もう先発でいきましょう。ルナちゃんはね、まあ、ポイントくれるのはくれるんだけど、変化球ポイントに偏ってっかんねこいつ。よし、尻上がり、どうしよっかな。経験点的には多分7000いくつっていうところだと思うけど、7400とか、まあそんなもんだよね。さてさてさて、あとどうしようかね。技術が268、これスタミナちょっと上げとかないと余るぞ、マジで余るぞ。てか技術不足だねこれは。フォークとか100も使うの、マジで。じゃあ3球締めじゃなくて4球締めなんか取っとく。下のさチェンジアップとか取っとく。もうでクロスキャノン取んないといけないから打とるでしょ。まだなんとかなってんな。 CID 上がりもまああんまり技術使わないからこれも取っとくでしょ。そうするとスタミナとかを上げてく。ちょっと待ってよ、球速140、伸びとか取ってねえし。ドロー、伸びは欲しい。牽制とかもなせっかくコツ掴んで敏捷ポイントがあるからな。そっ
球対抗心、これにしよう。球速遅いからね。1だけ上げられるね。で牽制はもう取れなくなっちゃったから、球速1個上げよう。でスタミナ100と、まあまあまあポイント的には、あとどうするよ、総力上げとく。これなんだかよくわかんないポイントを使い切っとこう。でこんなもんか。ちょっとね技術不足に悩まされちゃったので、コントロールが悪いのと球速が伸びなかったですね。まあ、無理やりねちょっと天城くんを入れて、しかも天城くんを入れた割にはハイスピンジャイロ失敗しちゃったんで、まあ、ちょっとそこが響いてきてると思いますね。という感じで、太平楽の投手でした。まあ、太平楽の場合はね、じゃなくて投手の場合はど根性 と、怪物球威なんで、まあ、両方抑えていく方向でいいと思います。まあ、あとはね、ど根性骸骨なしで取ろうとすると結構厳しいんで、まあ、そこら辺をねうまく、骸骨要因を揃えてやっていければ、まあ、それなりに強い選手が作れると思います。まあそれなりにっていうのはね、強化俊英もね割と投手向きのキャラが作れるところだったんで、まあ、どっちがいいかって言われたらどっちだろうねっていうところはありますけれども、まあ、とりあえず、今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。